川越市川越市の歴史川越市の歴史は、埼玉県川越市の地域における歴史である。川越のシンボル、時の金川越市は、武蔵野大地の東北端に位置し、西北部から東部にかけて入間川が地域を流れる。当時は、縄文改新によって、川越市域まで小入間湾が広がり、千葉大地や新加岩大地には貝塚などの遺跡が密集する。 奈良平安時代には、入間川左岸を中心に開け、明細地区の上里星遺跡などが残る。平安末期から鎌倉にかけては、川越市や葉橋などの武士層が登場し、その中でも、川越重よりは、鎌倉幕府の有力御家人となった。室町時代に入ると、山内上杉持友が、大田千真道館親子に命じて、川越城を築城させる。 この頃より、現在の川越市街周辺に、中心地が移った。上杉氏が1546年の川越野戦で、勢力を失うと、今度は、御北上氏による統治が始まる。この時、上昇、大道寺正茂によって、平能分離が行われ、家臣団が川越に集中、川越の城下町が形成された。ご法上氏が、小田原攻めで滅亡すると、 1590年の徳川、家康の関東入府によって川越藩が成立する。川越藩は江戸北辺を守る主城として重視され、江戸時代を通して大老、老中の多くが配置されるなど重要な役割を果たした。また、新菓子川の周運の拠点や川越街道の出発点となるなど、江戸の物資供給源として栄えた。 松平山と守る家の松平成常の代には17万国の大半となり、武蔵国で最大の藩となった。明治維新を迎え、川越藩が廃藩となった後も川越は、喧嘩最大の商業都市として栄えた。1889年の町村政施行に伴い、川越町となり、1922年には埼玉県で初めて市政を施行した。 穀物の取引や炭素の取引で栄え、1893年の明治大化では町の3分の1を消失する。その後の復興の過程で蔵造り建築が作られた。この時に川越商人の最盛期を迎えた。戦後は近隣旧家村を編入。川越狭山工業団地を中心とした工業が形成され、 工業都市としての行走を見せるほか、東京都へ 40km 圏内であることもあって、東京のベッドタウンとしての色合いも濃くなった。現代の川越の産業は、農業、工業、商業ともに、県内上位に入るバランスの取れた町であり、近年は、観光産業も増えている。武蔵野大地に人が定着し始めたのは、今から2万から3万年ほど前の話である。 ローム層からはナイフ型石器、人器、戦闘機などが出土している。縄文時代前期には気候の温暖化によって海侵が起こり、海面が数メートルほど上昇。荒川周辺に広がる中石地にも海水が侵入し、フロ川や柳瀬川などの川口域にはコイルマ湾と呼ばれる湾が広がった。コイルマ湾の沿岸では5500年前から海塚が、 形成され始め、代表的なものに、古千葉貝塚などがある。縄文の中期から後半になると、気候が寒冷化し、自然環境も悪化していったため、西の甲信地方や東の南関東の海岸部へと移動したため、集落も現在の川越地域には、ほとんど見られなくなったが、一部川沿いや大地に点在した。その中で、明細にある、 上戸遺跡には大量の栗を蓄えた貯蔵穴が残されている。やがて九州に伝わった弥生文化が関東圏にも伝わるようになると、入間川、小瀬川、赤間川、新菓子川周辺に集落が形成されるようになる。古墳時代までの間に約20カ所の遺跡が存在し、その中でも霞ヶ関遺跡、登戸遺跡、南山大跡が大きいものであった。 霞ヶ関遺跡には、属長が構想されたことを示す道剣、指輪、同族が複装された、方形修行墓が築造されている。三変稲荷神社古墳古墳時代になると古墳が、次々と形成されるようになる。五世紀前半に造営された三変稲荷神社古墳を筆頭に、六世紀前半には、千葉古墳群、下小坂古墳群、 南大塚古墳群が、7世紀には、入間川流域最大の前方公園墳でもある、的場古墳群の主墳の牛塚古墳が形成された。牛塚古墳は埋葬物などから、高空系トライ人のものであると推測されている。奈良平安時代には、千葉に大集落が形成され、また、入間川近辺の低湿地の開発も進められるようになった。同時期、川越は、 三好屋の里と呼ばれ、伊勢物語にも川越が登場する。三好屋の歌の者狩りも、ひたぶるに君が肩にぞよると亡くなる。この歌は、三好の神社にある、初狩りの杉を読んだものだとされている。また、千葉の星の山無料十字中院は八百三十年に、混流され、鎌倉時代には、関東天台五百八十四字の本山として、栄えた。 川越や片跡平安時代になると、武蔵武士として、川越市、千葉氏古谷市などが勢力を持つようになる。中でも、勢力を伸ばした川越市は、秩父市の着流であり、宗家の秩父重隆が、武蔵国留守所宗建業職人に任ぜられ、肥沃な入間川河藩の所領である川越の地名を、冠して、川越次郎と称したことに始まる。 川越次郎茂頼の代には、鎌倉幕府の御家人として、娘を源義経に嫁がせるまでの力を持ったが、義経失脚後は影響力を失い、陰族の引き死に所領を管理されることとなった。しかし1187年には、茂頼の妻女が、自当職に就くようになり、その子、川越茂陰が、 上級の乱で活躍したため、武蔵国留守所創建業職として復権、武蔵守を兼ねる執権、北条康時に代わって武蔵国を治め、川越館は武蔵国の成長として機能した。関能元年の関能の上乱で、川越市当主の川越直重が先行を挙げ、相模守護職に任ぜられたが、王安元年に武蔵平一揆を結成し、 鎌倉久保に反旗を翻したが、敗れて、異性と走った。大田道館室町時代に入ると、川越を追われた川越市に代わって、上杉氏が川越一帯を支配するようになる。1457年には、山内上杉持友が、小学坊の足利重氏に対抗するため、大田道真、道館親子に命じて、川越城を築城させる。この頃より、 現在の川越市街周辺に、中心地が移った。道館はまた、川越三好や天神や千葉の三王者を江戸に分祀し、川越と江戸の関係を強めさせた。しかし後北条氏が、江戸城、岩月城を落とし、勢力を拡大。天文六年に北条雲の子、北条宗運の子、法宇氏綱によって川越が攻略されると、川越城の奪還を目指した。 大木谷上杉智貞は、関東官令の三内上杉県政、小学坊の足利春氏と手を組み、八万の大軍で川越城を包囲する。これに対して、氏綱の子、法上氏康は、京を巡らせた上で野衆、これを退けた。ご法上氏による統治が始まると、大道寺氏によって三代四十年間にわたって統治された。初代となる大道寺十字が、 川越野戦で先行を挙げたため、首相、北条綱重が帰乗したと同時に十字の子、大道寺重沖が川越を治めることとなった。重教の子、大道寺正重は、当人工事を整備し、城下町の市の統制を行ったほか、兵能分離を行い、家臣団を川越に集中させることで、川越の城下町形成に貢献した。 また、正成は母を弔うためれん薫寺を創建し、川越はその門前町としても栄えることとなった。後北上氏が小田原攻めで滅亡すると、天正18年の徳川家康の関東入府によって、徳川家の領地となった。不代大名の川越藩の基礎組織が成立する。川越は、伊佐沼などの低地帯に囲まれ、冬には、 鶴や狩りなどの水鳥が多く降りてきたこと、また江戸からも近いことから家康らが高狩りによく来ていた。江戸時代に入るとここに正式に川越藩が設置された。江戸幕府によって川越藩統治の組織が置かれた。川越藩の歴代藩主八や二十一人のうち、大老に堺井忠勝が、老中に堺井忠都堀田正盛、 松平信綱、秋元高友、秋元鈴和松平康秀の6名の、計8名が、幕閣の養殖についた。松平成常の代には17万国となり、川越藩最大の領域を有するようになり、全国五条地藩下館に、全島12枚目で掲載された。展開創場1599年には天貝が、北院に、入寺、1611年に、 北院は家康から寺寮300国と銀30枚を賜った。1614年には北院は徳川秀忠より関東天台の発都を受け関東天台州の総本山となり寺寮も500国に加増された。当時の北院は大きく荒廃していたため川越藩主堺重忠を造営総武行に命じ1617年には北イに 東照宮が置かれ、1633年には、社殿が完成した。これらは、官営の川越大化で山門を除き消失したが、天貝と、堀田正盛の手によって復興され、多方塔などが、新たに作られるようになった。またこの時中野院が南に移設され、現在の東照宮がそこに作られた。この頃になると、表記が、川越から、川越へと変わっていった。 川越城、本丸御殿官営15年1月28日、川越の城下町を大火が襲った。この大火で城下町の3分の市が焼け、5年前に完成した期待の建造物の三門を除いてすべて消失した。その翌年の1639年に島原の乱で川越藩主に栄心し、老中にもなった松平信綱は、 開花後の復興で十が町四門前合文の行政区画を定めた。十が町には商人街として上五が町を職人街として下五が町を指定し、両町はそれぞれ交代で町の祭り、道物神などに当たった。また四門前は幼稚院、行殿寺、明陽寺、蓮薫寺の門前とそれを取り巻く道を指し、合文は川越城下に隣接する松里、 脇田、野田、国母、東明寺といった村分に属する商業集落を指した。この十が町四門前号分が川越の町並みの主要な軸となり、現在の川越につながる都市計画の基盤が確立された。信綱は産業開発や土木事業を積極的に行った。川越街道や新河岸川を整備し、川越領内の産物を江戸に運搬できるようにした。 これらは、信綱の父、大河内久綱に習ったものである。この頃に、現在の川越市街地の基礎が作られた。1653年には信綱によって、多賀町に、時の鐘が作られた。また農業も進行させ、大麦殿に毛作や、木綿作を認め、漆、蝶、層、茶の、四本をはじめとする換金作物を大量に、植えさせた。商業では、 連弱誌だったものが、定期誌へと変わり、上後が、町では2.6、9で9歳誌が開催され、川越は、ニンニクで9歳なりと俗用に歌われるほどとなった。後に上松江町にも4の日の3歳誌が開かれ、月のうち12日間で誌が開かれるようになった。やがて定期誌が、常設店舗となり、力あるものが仕入れを独占し、 生産物を一手に取り扱う勢力となった。彼らは小売商人を含めて株仲間を作り、そのうち十組ドニアと呼ばれる領主公認の組織が作られるようになった。これらは天保の改革による株仲間解散令まで続けられた。しかしこれらの組織は城下町の物資集散というよりはもっぱら江戸への取引が中心であった。 主な取引商品としては、川越からは米、麦、雑穀などの食料品や、建築資材、特産品などで、江戸からは、衣類や雑貨、肥料や試行品などが中心であった。新菓市川の周運川越五河岸と新河岸川の位置、川越大河の復興のための資材搬入として、荒川及び新河岸川が使われた。大河の時期は春先であったため、 荒川の水量が少なく船を渡せなかった。そのため、新河岸川が検討された。当時3カ所に古橋があったため土橋から板橋に付け直し、周運ができるようになった。船付き場は、幕府の御領所でもあった寺尾の芝地を活用した。だが、この時は急場だったため秋には引き払われた。1647年に松平信綱によって、 本格的に整備された。それまでは、荒川の平方菓子や入間川の老い袋菓子が使われていたが、川越の城下町からあまりに離れており、不便であったため、1666年には、元の寺岡岩の 1km 上流の地点に、新華岸が置かれることとなった。当時は、藩の紅葉を目的とした、小規模なものであったが、1682年に、 江戸の松平家の屋敷が累相にあい、資材を川越から輸送することとなった。この時、川越の商人12人と金号の有力者17人が関わり、上新賀氏のさらに上流に扇菓子が新たに作られることとなった。また、五河川上は川越からだけではなく、大梅や八王子、さらには、甲州、新州から陸送され、ここで船に積まれて、 江戸に輸送されるものも少なくなかった。1731年に問い株制度が整い、運賃金が納められるようにもなった。1731年には上賀、上新菓市下新菓市大木菓子で16件だったものが、1812年には、五花間で30件の規模にまで拡大した。新菓子川の周運は、通船艇指令まで続いた。 主な取引商品としては、川越からは米、麦、雑穀などの食料品や、建築資材、特産品などで、江戸からは、衣類や雑貨、肥料や嗜好品などが中心であった。将棋隊が立てこもった、農人寺1853年、ペリー率いる黒船が裏側に来航した。これに先立つ1820年、川越藩は、幕府の命を受け、 三浦半島の裏の豪村にて沿岸防衛の任に当たった。翌八百五十四年に川越藩は上下新河岸に藩の御用場を取り立て、三年後の八百五十七年には御用船、番船の下手を御河岸に命じた。八百五十八年に横浜が開港すると川越藩内の鞘山茶が八王子の商人経由で横浜へ輸送されるようになり、 一時的に、八茶と呼ばれるようになった。また、当時藩が、伊豆の二ラ山大館だったこともあり、洋式銃砲を製造していた、江川太郎左衛門に、大砲と銃弾を注文し、国防に備えた。天狗島の乱の鎮圧で対立した、松平直勝が前橋へ、奥に替えとなると、その乱の討伐でこを得た、松平康秀が、田浦藩から、 川越藩に移された。その頃、名りで発生した、名り騒動の余波が、川越寮にまで及びかけたが、大砲によって、これを鎮圧している。母親戦争では、川越藩は新政府側についたものの、渋沢誠一郎率いる幕臣の一部が、将棋隊として、農人寺に立てこもった。惜し藩などの援軍を得て、これを倒している。 明治維新を迎え、1869年6月には、藩石奉還を行い、279年にわたって、続いた川越藩政は終わりを迎えたが、現在につながる川越の都市の基盤は、江戸期のものを引き継ぎ、江戸期の町人地はそのまま、商業地に、武家地はそのまま、住宅地となった。大名や藩が亡くなったことにより多くの商人や武士が、没落した。 氏族の中には、商売を始める者もいたが、氏族の商法で多くは失敗した。その他では、軍役所の初期や教員、巡査になる者も多く、反応戦争で新政府軍として参加し、維新後は、埼玉の小学校で校長を務めた、下山忠之によると、1871年の巡査試験には、川越藩の者が250人いたと語っている。 上述のほか、旧藩士の婦女子を後院として働かせる者も,も多く、1876年に西沢新吉によって設立された、ザクリ聖子書では、氏族の婦女子60人を雇っていた。また1878年の西南戦争に参加する巡査を募集した際、川越の藩士273人と一部を市藩し 松山神社にいた前橋藩士が参加し、うち113人が西南戦争に従軍19人が戦病死者として川越氷川神社の召魂者に祀られている。1889年の町村政施行に伴い川越町となり、1922年には埼玉県で初めて市政を施行した。太平洋戦争では、 熊谷空襲のような大規模空襲はなかったが、小規模な攻撃を経験する。6月、連邪町に爆弾2発が投下され死亡者1名。7月、川越駅が関西駅の機重奏者を受け3名死傷。8月、川越駅西口に爆弾が投下され重傷者1名。川越市立工業学校の同盟通信川越支局にて、 広島市への原子爆弾投下のアメリカ政府発表放送が傍受された。大沢家住宅明治時代には、大火も相次ぎ、1869年1月には、家中屋敷482件、町屋420件、内社寺8件を焼く火事が発生したほか、1872年の高沢火事、1888年の石原火事などが相次いだが、 中でも大きかったのが1893年の川越大化である。この大化で、南町、加治町、シリング議町、連雀町などを焼いたほか、第85銀行、川越電信局、地の金、連携寺などの建物を含む、当時の川越町の3分の1以上の個数を消失した。しかしその中でも、大宮、商店、丹富、 大塚や山吉などの店蔵が消失を免れ、特に壁の厚さが20センチメートル余りに補強され、しっかりとした作りになっていた大宮商店は店の柱一本を焦がしたのみであった。そのことから川越ではこぞって蔵造り建築が作られた。一方で大火に見舞われなかった北町では途端屋根の家がしばらく残ったが、大正期には、 町中の建物の屋根の不燃化が要求されるようになる。1889年の町村政志向に伴い、川越連合湖町家の六町村と、古仙場村、野田村の三次を加えて、川越町が発足した。当時の人口は2813戸、16150人であった。この頃には、氏族よりも有力な商工業者や農民が力をつけており、 氏族出身の議員は24人中3人のみであった。ただし、初代町長岡田秋葉は、氏族出身者で、副校長、連合校長や軍役所初期を務めた人物であった。また、入間軍、高麗軍の軍役所も川越に置かれ、1896年の両軍合併、1923年の軍役所、廃止まで、入間軍の中心の町となった。 この頃になると、埼玉県成立から長い年月が経ち、交通ももっぱら、中山道、高崎線経由が主流になることで、川越の将来を危ぶむ声も上がっていた。その中で、入間軍師の著者でもある、安倍達夫は、他町村に先駆けて、川越が姿勢を敷くことで、姿勢の方針を確立させ、立ち遅れた、川越の発展を図ろうと考えた。 川越が市政を行うのは、時期尚早との声もある中、1922年に、千葉村と合併することによって、埼玉県で、初めて市政を施行した。埼玉理想な銀行川越支店幕末期以降、市の建てられる場所が、城下町北部の上後が、町から、南部の加治町などを中心とした下後が、町へと移動し、特に、明治、大正期には、 心議長を中心に市が建てられた。この時代は川越と周辺農村部との特権関係はなくなったものの、幕末から農村部の穀物、織物は主要な産業であり、両者の関係はより強くなっていった。1900年の川越商業会議所の調査によると、卸売商428個の内国商が57個を、 締め、また1912年の調査では、砂糖を含む穀物が34.7%、肥料及び油が11.7%と、農村向けの商品が半数を占めた。また織物の取引もよく行われた。江戸時代から、川越七子や、川越絹平、川越東山双子式をはじめとする、川越織物は作られてきたが、こと明治に入って、以降は、 外国との貿易や政府の奨励もあってより栄えていくこととなった。別鎮とコール店を主とした織物産業が盛んになり、特に公会村一帯では別鎮村と呼ばれるまでに至った。川越町でも1910年には川越織物市場が開設されたほか、川越織物市場組合、川越織物市場株式会社が設立された。 また1907年には、埼玉県立川越染色学校が設立され、染色家と図案家が設けられた。その他、石川組製紙の第三工場が川越に設けられるなど、現在の川越市内に570のざくりが設けられた、製紙業や、霧ダンス、そうめん、川越芋などが特産品であった。1878年には、 埼玉県発にして唯一の国立銀行である第85国立銀行が綾部リエモンらの尽力によって設立された。また1880年には川越銀行が設立されるも1888年には経営破綻している。1883年に中仙道経由の鉄道が開通すると埼玉県の大動脈は 名実ともに中仙道ルートとなり、川越は大きく出遅れることとなった。新賀市川の周運は栄えていたものの鉄道には、なわないため、新賀市川に頼る川越及び反応、山梨方面の商人が、川越と東京を結ぶ、鉄道敷設に尽力した。1890年に、川越鉄道敷設仮免状願いが提出されたが、多くは、佐山、所沢、 反応方面の商人が名を連ね、川越の商人の名はなかった。これに先立つ1889年、後部鉄道が開通すると、山梨からの輸送が、直接東京へ運べるようになり、川越を経由する必要がなくなった。しかし、川越及びその周辺からは新河岸川を経由するか、陸路を通るかであったため、川越からのだ、入間川、所沢、 東村山を経て国分寺で東武鉄道に合流する鉄道を計画した。この鉄道は川越鉄道会社を称したが新賀市川周運に頼り切っており川越に集積されていた物資が鉄道沿線に流れるのを恐れたことから川越商人の名はなかった。1895年に川越と国分寺を結ぶ鉄道が開通した翌年には 川越と大宮を結ぶ乗り合い馬車が開通し、さらに1906年には川越の久保町と大宮が電車で結ばれる。そして1915年にはと池袋を結ぶ鉄道が開通した。駅は開業時に川越町駅と公開駅が、翌年には川越西町駅が作られたが、いずれの駅も当時の町の外れであった。さらに1940年には、 八甲線の駒川駅から川越を経て、大宮駅を結ぶ国鉄線が開通し、現在の路線網が完成した。また、国鉄線の開通に伴って、川越西町駅が川越駅へと改称し、元の川越駅が本川越駅へと改称した。東上線の開通に伴って、それまで新加賀川を経由していた周運が鉄道へと変わり、次第にさびれていった。 1910年の大水害後の改修工事や、1923年の関東大震災による東京湾周辺の船の消失と同地への船の売却を経て、そして1931年の改修工事で全川が通船不能となったため、285年にわたって続いた収運は終わりを迎えた。戦後、農耕兵身を掲げた川越市は、 周辺の農地の確保を必要としていた。そのため、かねてより、川越市と密接な関係があった農村部の旧河村と合併し、現在の地域となった。1950年代に入ると初刈橋、海平橋、上江橋、落合橋など、荒川や入間川を渡る橋梁が順次完成し、川越市を取り巻く交通が大きく変化した。 1956年の首都圏整備法施行によって、川越市も衛生都市に位置づけられる。川越市も一部地域を都市開発区域に指定させ、1960年には旧急河村を含む地域に川越市総合都市計画案を策定。西部新宿線沿線部には川越さやま工業団地などの工業団地が、東武東上線沿線部には、 住宅街が広がった。東上線沿線はまず東京に近い、新河岸駅周辺に家が建ち始めたが、昭和40年代には、霞ヶ関地区に、角営団地、東急団地、住友団地が、50年代には川鶴団地が、60年代には、伊勢原団地が開発された。また、川越駅と本川越駅を結ぶ。 所沢街道沿いの商店街が栄え、丸広百貨店が1964年に一番街から移転したのを川切りに銀行なども移転したが、一方で古くからの市街地だった一番街は錆びれていった。1990年には、アトレ丸広が川越駅東口に開業。一方でかつて、川越少年刑務所があった、西口周辺も刑務所の移転に伴う。 再開発でオフィス街へと変貌した。一方で鉄道空白地帯であった市北部は市街化が遅れていたが、1974年から川越工業団地を造成、1981年に完成した。1922年の市政施行当時は繊維産業が中心で、ついで食料品産業、特産品のタンスと続き、 川越市の工業は極めて出遅れたものであった。昭和に入り東洋森幕化学川越工場、日清宝石川越工場、新報告製鉄川越工場、帝国加工品製品川越工場が創業を開始した。戦後も昭和40年代までは、繊維、食料品、木材の軽工業が中心であったが、1970年代から比率を減らし、 1985年には15%まで低下。2018年時点ではさらに低下している。代わって、化学工業や業務用機械器具の比率が増え、1985年には精密機械が最も多く33.9%、金属系の15.9%となり、2018年には、 化学工業が最も多く32.9%、ついで業務用機械器具の17.8%となっている。工業団地の形成へまた時を同じくして、工業団地も多く形成された。首都圏整備法成立の翌年の1957年には、当時、日本一の面積であった川越さ山工業団地が形成され、ついで的場工業団地。 富士見工業団地、川越工業団地が形成された。1971年に大沢家住宅が重要文化財に指定されると、川越市内でも文化財保護への機運が高まり、1981年には、蔵造り消化17件が、市指定文化財に指定される。1983年には、NPO 法人の川越蔵の会が発足し、 蔵づくりの保存だけではなく、町づくり活動への支援も目的とし、活動を行った。1989年には川越市都市景観条例が施行され、1992年には電線地中化が完成、また歴史的地区環境整備街路事業によって、一番街周辺の細い街路の石畳化が進められた。一方で川越市が一番街を、 つて立て地区へと指定しようとしたことに対して自治体側が強く反発。このことについて自治会長の発案により旧城下町地区の十二自治会で議論を行う場として十が町会が発足した。その後、1997年に十が町会側から改めて川越市に要望書を提出し、1998年に 伝統的建造物群保存地区保存条例を施行。1999年には国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。新菓市川整備後、江戸と川越は1日で訪れることができる密接な関係となり、川越商人が江戸から影響を受ける一方で、江戸の文化人もまた川越へ訪れるようになった。一例として、 江戸時代の文化人毒笑い案立議は、江戸から川越街道をめぐって川越に着いた後、自行寺やおごせに立ち寄り、その気候を川越松山巡覧図史に表した。現在の川越祭りは1648年に始められた。1651年には、判明で9月25日の開催が決まり、翌年から9月15日に固定されて開催された。 1698年に最初の踊り屋台が高沢町から出され、笠ぼこ、花山社、万堂、蓮子などの隙を凝らせた出し物で盛り上がった。1826年からは江戸の天下祭りの形式を取り入れ、各町ごとに、鉾出しや踊り屋台、底抜け、屋台、作り物、引物などの漬物を出し合ってきた。 1844年には一本柱の出汁に統一されたものの、1866年には二重ほの出汁が登場し始め、明治以降は出汁と踊り屋台中心に、明治の大会以降はもっぱら出汁のみの祭りとなった。その後二重ほの出汁がより豪華絢爛になり、現在に至る。 関東でサツマイモの栽培が始められたのは1735年の青木根用による施策以降である。完成年間に江戸に焼き芋屋が現れると、江戸市中全域に焼き芋屋ができるに至った。その中で川越藩内で栽培されたサツマイモ農家は品質を心がけていたため、天保年間にはすでにサツマイモといえば川越と呼ばれるまでの名声を得た。 や山茶の源流となった、川越茶の源流は少なくとも南北朝時代に、遡り、南北朝時代の書物、ことせい定金往来には、天下に差して言うところの茶産地の一つとして、武蔵川越が登場する江戸時代後期に、吉川音響、村の森政、笹田繁衛門の三人が、茶の生産を進行し、1819年にはお茶を、江戸へと出荷するようになり、 宇治茶と同評価を受けるものもあった。幕末には茶はキー糸に並ぶ輸出品となり、や山茶も輸出されるようになった。明治末期から戦前にかけて、川越街道沿いの公開、村周辺では、別陳とコール店を主とした織物産業で栄えた。川越市域でのコール店製造は1906年に、川越町の中澤伊八郎によって始められたが、 同時期、航海村の尾崎義太郎、有山一之助が合資で、有尾食府工場を設立、後にこの企業が埼玉工業となった。航海村内の旗屋は20余りの工場、300台から、1931年には、30余りの工場、700台にまで成長し、埼玉県の別賃村と称されるまでに至ったが、その後の日中、 太平洋戦争で材料が入らなくなり多くが廃業した。ありがとうございます。